先ほどユニフォームの再生を行って今ユニフォームを着てるわけですけど、結構似合ってるというふうに言われたのでとても嬉しいです。1年目から背番号1、1桁をもらえるということは多分それを期待されてるんだなと自分にも感じているので、その期待に応えられるように早く1軍に上がって活躍できるように今頑張っていきたいと思います。やはり自分は足の速さを売りにしてやっていきたいと思っているので、どんどんこれから細かい技術を見つけていって足の速さで見せることができるような選手になればいいと思います。やっぱり下積み時代が大事だと思うんですけど、それはやっぱり自分がそういうふうに思って しまってはダメだと思うので、自分はとりあえず早く目に上がることを考えて目の前のことをしっかりやっていきたいと思っています。やはり今先ほどの話であったように松井投手は高校時代に対戦しているので、もう一度この同じプロという舞台に立ちたので、また対戦できればいいなと思います。高校時代にやっていた時とフォームがまた違うんですけど、やっぱり多分スタイルは変わってないと思うので、この前まで一緒にやってたのは思えないような感じで、やっぱりすごいなと思ってました。やっぱり周りの期待に応えられるような選手になれるのが一番だと思います。今オリックスにいらっしゃる糸井選手のバッティングなんかはすごい力強いものがあると思うので、そういう部分を参考にしていきたいと思います。はい、BizTV をご覧の皆さん、はじめまして、宗優馬です。意外と来やすくてよかったです。一桁ってことは多分重い番号だと思うんですけど、番号は関係なく自分でやってきたと思います。高校時代怪我で悔しい思いをしたところがあったんで、怪我をせず1年間やり過ごしたいと思います。